4月20日に公開した動画ね、さつまいもの育苗しますっていう動画、あの苗がねようやっと育ってきました。こういう感じでね、これね、葉っぱも食べられるらしいんだけども、まあ葉っぱは食べないけど俺はね、うん、でこれを今日苗取りしていこうと、そして植え付けとかね、いろいろお話をしていこうと思って、動画撮ってます。で早速作業に入りたいなと思います。でさつまいもの苗なんだけれども、節が7から8ある7から8節あるものを苗として取るということがあるんで、まあ節って何なのっていうのはちょっと待って、ね、今取ってから教えるからね。よいしょ。まあこの葉っぱが出てるところね、見えるかな、ここが一節なんだ。1、2、3、見えなくなっていくけどもさ、4、5、6、7、8、このくらいか。うん、よいしょ、これちょっと、これで一つの苗になります。もう根っこ出ちゃってるんだけどさね、さつまいもは根、じゃがいもは茎なんだけども、さつまいもは根っこなんで、この根っこが伸びていって、肥大化していく、そこをみんなが食べているさつまいもなのね。ね、もう出てるじゃん。こうやってね、不定根っていろんな根っこ、節々から、ほら、節から出てるでしょ？こうやって出てくるから、節を多めにね、7個から8個。で、1、2、3、3から4個ぐらい埋めて、栽培をすると。ただそれだけなのね。うん、簡単でしょ？本当に。ね。よいしょ。で、ここを埋めてやっていくんだけれども、一つポイントとしてね、湿らせておいて、なんだっけ、湿らせて日陰、風も当たらない、乾燥しない状況で湿らせておいて、日陰に置いておいて、2、3日置いてしおらせた方が、発酵が促されていいという話をね、聞くのね、教えてもらったことあるのさ。ただまあ、今回根っこも出てるから、もう植えちゃおうか、このままね。っていう感じで、あと忙しくてさ、休みも今日3週間ぶりに取った感じで、週0日で休んで、ずっと植え付けとかね、作業してたから、もうやるしかない。明日も忙しいから。で、植えるときちょっと邪魔だから葉っぱ切り落としておくか。ね、とりあえずここまで埋め込んで、やっていこうと思います。ここまで埋めてね。で、苗もっと取っていこうと思います。その後、植え付け。うちの畑、家庭菜園の方で、ね、うちが消費用だから、それを、やっていこうと思います。上に行く前にね、ちょっとお話ししたいポイントあったんだけども、今回7本苗取れて、で、まだいっぱいこれから成長していくものもあります。で、取ってしまっても、まあ、この苗とかでも見てもらえればわかるんだけれどもさ、こう切った後、この節の脇芽がね、また伸びてくるわけさ、ここに。ちっちゃいの見えるかな、あるのね。だから切った後も一節二節残しておけば、一つ二つ節を残しておけば次の苗が取れるんでね。まあ無限とまでは言わないけども、いっぱい取れるのよ。次々取れていくんで、このまま栽培を続けて、栽苗を続けていけばね、苗を育てて育苗して栽苗を続けていけば、どんどん取れていくんで、今回は7本だけだったけれども、どんどん取れていくとね。一回終わった後、そのままね、畑に戻したり、堆肥にしたりとか捨てたりしないで、継続して、育苗を続けてほしいなと思います。で、この7本を今日植えていきます。っていう感じで、さつまいもの植え付け終わりなんだけれども、すごく簡単でしょ？棒で穴開けて、スッと差し込んで、まあ、量の多い農家さんだとさ、苗植木とかあるだろうけれども、俺みたいに自家消費で家庭菜園分って考えれば、棒刺してグリグリ穴開けてやって、土足してで十分。
あれで撮れるんで、問題ないです。で、動画にも映ってたけれども、俺の悪い癖がね、隙間があれば何でも植えていくから、あそこスイカが植えてあって、奥の方里芋が植えてあるんだけども、その横にサツマイモ植えてっていう状況になっていくんだよね。ね、サツマイモの話とも出せるけれども、こうやっていろんな植物があって、いろんな、植物があることによっていろんな虫が集まる、微生物が集まるっていう環境を作ることがまた土作りにもつながるんで、俺はこれでいいと思って。ただ、作業する方としては大変だよね。その場所で作業することいっぱいあるし、今回だと、スイカのつるとサツマイモのつるがごっちゃになってしまうから、あ、これは大変だなということになるのね。何が大変かっていうと、サツマイモこれからの管理でつる返しっていうことをするんだけども、苗でもう根っこで出たじゃん、不定根。あれが他の方にも出てくるんで、他のところで根っこが土に入るとそっちの根っこも肥大しようとして、一番大きくなってほしい株元ね、株元あそこね、が肥大しが弱くなってこっちもっていう感じになっちゃうから、それをつるを返してひっくり返して不定根、茎の方に出た根っこを枯らすっていうか、そういう作業をするんだけども、その時スイカのつるあればまためんどくせえなと思って思ったけれども、狭い庭でいっぱいやるためにはこれが必要なのかなと思ってやってます。でスイカはまあ多少費用分好むだろうし、まあそこはいっぱい堆肥入ってるんで、米ぬかも堆肥がいっぱい入れたところなんで、まあそれは OK だと。で、さつまいもは肥料分好まないんで、芋類は肥料を好まないなくても大丈夫なんで、まあいいんじゃないかなと、奪い合いとかそういうことは起きないんじゃないかなと思ってやってますが、それがうまくいくかどうか、まあそれは、動画で見てもらえればいいかなと思います。まあこんな感じでね、サツマイモ植えてもらえればいいと思います。あと一つ、ちょっと待ってね、苗の植え方も話しとこうか。一つ苗あるかな、あ、これいけるかな、うん、ちょっと短かったけれども、ね、ちょっと苗分かりやすくするために葉っぱ落とすけれどもさ、ちょっと待ってね、よいしょ、うん、最後に話することじゃなかったけれども、垂直植えと斜め植えと船底植えとか水平植えとかあるんですけど、垂直植えだと芋がつく数は少なくなるの。今回俺が動画でやったのは垂直植え。で、斜め植えにすると芋の数が増えるけれども、芋が大きくなりづらいっていうか中間あたりだよね。水平とか船底、こういう風に植えると芋の数が増えて小さいのがいっぱい取れるっていう感じで、なんで自分でどういう芋が欲しいかってことを考えて、栽培してもらえれば、まっすぐ植えれば大きくなると、だんだん斜めにして水平に近づいていくにつれて数は多くなるけど小さくなるっていうことを一つ覚えておいてほしいなと、補足で、付け足しておいて今回動画終わります。また日々忙しい農作業に入って動画更新できないかもしれないけどもね、うん、忙しいの本当に今ね、ちょっとまた外れるけども、全部で俺やってるのが今4兆か関わって4兆ぐらいね、4万平米4ヘクタールっていうサイズ、まあ東京ドーム1個分よりは少ないけども、そのくらいのサイズ、いや、もしかするともう少しあるかもしれないから、東京ドーム1個分ぐらいね、畑ちょっと関わってて、一人だけでやってるわけじゃないけれども、結構忙しいから動画ねあまり出せないかもしれないけれども、頑張って、ね、自然農法、無肥料無農薬とかね、まあ肥料使ってもいいんだけども、そういう有機栽培とかのこと、今まで学んだことをいっぱい出していくんで、まあチャンネル登録でもしておいて、まあ待っておいてもらえれば、今後もお付き合いいただければなと思いますんで、よろしくお願いします。さつまいもね、今年いっぱい取って、食べて楽しみたいなと思います。